なのは間違いないし、ここは私に任せて。まずは七種ってわけにもいかないから名前よね。名前、あなたは綺麗な声をしてるから、あまねなんてどう？まるで天井の音のように正常な声だもの。それから名字は榊なんてどうかしら。榊というのは昔から日本の神事に使われる植物のことでね、栄える木だとか栄しい木だとか、いろいろ縁起のいい意味もあるの。というわけで榊あまね。なかなか素敵な名前だと思うわ。きっと生命判断もバッチリよ。どう思う？さん、俺もかっこいい名前が欲しいっす。君はそうね、山田とかでいいんじゃない？ちょ、なんすかその適当な感じ。山田、覚えやすい。はあ、じゃあもうそれでいいっす。どうせ仮の名前だし。あまねに山田ね。改めてよろしく。それから、はい、これあげるわ。うん、なんすかこの機械。アプリが登録されてるっすね。マジカルチャンネルっすか？そうよ、魔法少女専用のコミュニティ。これを使って各地の魔法少女の協力を得られるの。ひとまず私が最初に協力してくれる魔法少女を紹介するわね。その後は頑張って自分たちの力で仲間を見つけていきなさい。全国の魔法少女と関わるうちにあなたの記憶の糸口もつかめると思うわ。あまねさん、使い方インプット完了っす。これも何かのご縁ですし、ついでに俺の記憶も戻るかもしれないし、不祥山田、お手伝いします。山田、それにマキ、ありがとう。どういたしまして。あなたたちいいコンビじゃない。私もやることがあるからそろそろ行くけど、二人とも頑張ってね。うん、ウィッス。それじゃあね、また会いましょう。行こう。うっす、あまねさん、俺たちの冒険の始まりっすよ。ウィッス。ふむふむす、はいはい。油断した。ママムス、そんな。平安京鎮護のお寺さんに野暮な間がつきやな。場所をわきまえなはれ。ほいっす。はあ、わーい。アンさんら魔法少女みたいやけど、新人さん、間がつきの相手はまだ早いんとちゃいます？ママス。もちろん、こんな雑魚相手に獲物はいらん。龍脈からのエネルギーを拝借すれば拳一つで十分や。うちは千年の歴史を背負った魔法少女、この絵芽吹きや。山田っす。ヒャッハー。ギャース。トラさんみたいなもんかいな。まあ助けが必要な時は連絡しよし。ほら、これがマジカルチャンネルのアドレス。魔法に関わる全てのことは魔法少女の仕事やさかい。やったっす。一人歩きは気をつけなはれや、新人さん。ほな、さいなら。うふふっす。
お灸杖に待って、ま、